次回の R指定アニメはオーバーロードシリーズです。僕もですね、社長として振る舞う中で主人公に共感することもあるので、そのあたりもね、皆さんと生放送中にお話しできたらなと思っております。そして番組のホームページからアンケートも募集しておりますので、ぜひぜひご協力ください。ということで6月25日生放送です。お見逃しなく。